亀田八万宮は北海道函館市八幡田町にある神社。旧社格は豪社。祭人は本田別名。三越殿。手前右に立つのは函館戦争幸福式の地記念碑。創建年は諸説あり、正木藩の記録、福山岐夫によれば時期不明とあり、1690年の神社町では今から100年前くらいからあるとなっている。一方、 神社の由緒では、1390年、河野家が守る森みゆきが、木ひ神宮から八幡神を放船したと伝わる。なお、北海道神社町では、放船したのは、越前国の笠原うげんたとしている。古社前の戦いの際、武田信武弘が祈願したところ、七江浜に生えていた柏が、軍勢に見えたため、アイヌが降伏したとの伝説がある。その後、 1594年に、正木藩の祈願書となり、1603年に、松前聖広により、本殿が建立された。1847年、正木藩の函館奉行であった、工藤茂五郎により、石像の鳥居が奉納される。1862年、社殿を改築。この社殿は1964年に原社殿が建立された際に移設され、 現在は御し殿として使われており、現存する函館最古の建物である。1869年5月の函館戦争で戦場となり、社務所が焼かれ御し殿には断根が残る。同年5月17日には、江本武明が近くの民家で新政府軍と降伏交渉を行った後、本神社を訪れ、降伏を制約した。明治初期には、 函館八幡宮と数形社の社号をめぐって対立したが、開拓市により外の中心にあり、事故数も多い。函館八幡宮が数形社と定められる。1876年、号社に指定された。函館バス、宮前町徒歩5分。ありがとうございます。